はいどうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。今回は速報ということで、皆さんに至急お伝えしたいことがありましたので、今急いで動画撮ってます。ちなみに今回の動画、公式が出した確定情報ではありませんので、信じるか信じないかっていうのは見てる方のご判断にお任せします。その上でどうやらですね、ジャンププラスの人気コミックス、スパイファミリーが来年アニメ化決定したんじゃないかっていう情報が入ってるんですよ。ソースはどこかと言いますと、講談社の女性向け雑誌フラウの公式ホームページで、先日ココミさんのインタビューが公開されました。ココミさんはあのキムタクの娘さんで、今話題のさんまさんが監督を務めてる映画漁港の肉子ちゃんで声優を務められるということで、ココミさんの声優初挑戦に対するインタビュー記事が公開されてます。で、その記事の中でココミさんに、今ハマっているアニメ作品はありますかっていう質問をしたところ、以下のような回答が記事で述べられました。そのまま読みますね。それはもうたくさんあります。その中で特に熱いのが、アニメ1期が終わって今年の冬に劇場映画が公開される呪術廻戦、あとスケートボードを題材にした青春アニメ SK8 にもハマっていて、来年人気コミックからアニメ化されるスパイファミリーも楽しみです。このスパイファミリーの発言はですね、現在は記事で削除されてまして、この発言なかったことになっております。ただココミさんは以前、女性雑誌シュプールの企画でスパイファミリーと公式にコラボをしてるんですよね。なのでこの発言の信憑性っていうのはそれなりに高いと思われます。もちろん僕はこの動画で公式発表もしてないのにリークするとは何事かみたいな、そういう話は一切するつもりがないです。あくまで事実として、記事に以前こういう書き込みがあって今は削除されてるっていう事実だけ皆さんにお伝えします。その上で、まあ、もしもこの記事にあったように、本当にスパイファミリーが来年アニメ化するならすごく嬉しいなって思ってます。スパイファミリーってジャンププラスの中では今トップクラスに面白い作品で、まあ、キャラもみんな可愛かったりかっこよかったりとすごい魅力的な作品ですので、早くアニメで動いてるところ見たいですね。アーニャとか可愛くなる未来しかないよね。どうやったって可愛いでしょあんなの。正直スパイファミリーはもうアニメ化するのが時間の問題っていうような作品で、まあ、遅くとも来年か再来年にはアニメが絶対来るかなって思ってたので、そういう意味ではこの記事のリークは、まあ、信憑性も高いと思いますし、まあ、そんなに驚かないかなっていうような印象を個人的には思っております。本日の動画は以上です。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。